こんにちは、月島です。今回はこのロジクールのワイヤレスキーボード K780 を Windows 11、Mac、iPad、Android スマホなどへ Bluetooth を使用してペアリングする方法について見ていきたいと思います。目次です。 Windows 11、Mac、iPad、Android スマホ。最後にまとめと次回予告です。設定を開きます。 Bluetooth とデバイスを開きます。 Bluetooth をオンにします。デバイスの追加をクリックします。デバイスを追加する画面で Bluetooth を選択します。キーボードをペアリングモードにします。パソコンがキーボードを認識して検出すると、ピンコードの入力を要求されますので、キーボードを使用して入力します。接続済みと表示されたら完了です。ペアリングした K780 を使用して入力しています。システム設定を開きます。 Bluetooth を選択します。キーボードをペアリングモードにします。パソコンがキーボードを認識して検出すると、製品名が表示されますので、接続をクリックします。パスコードを K780 を使用して入力します。キーボード設定アシスタントの指示に従い設定をしていきます。接続済みと表示されたら完了です。ペアリングした K780 を使用して入力しています。システム設定を開きます。 Bluetooth を選択します。キーボードをペアリングモードにします。端末に表示されたコードを K780 を使用して入力します。接続済みと表示されたら完了です。ペアリングした K780 を使用して入力しています。設定を開きます。接続設定をタップします。新しいデバイスとペア設定をタップします。キーボードをペアリングモードにします。ペア設定コードを入力してエンターキーを押します。接続設定の欄にキーボード K780 が表示されたら接続完了です。ペアリングした K780 を使用して入力しています。OS が進化するとペアリング方法も少しずつ変化しますので、それぞれ必要とする端末のペアリング方法を参考にしていただけたら嬉しいです。そして私はこの K780 を必要な時に使用したいということで購入しましたので、収納する時に使う専用ケースも購入しました。次回はその専用ケースを開封レビューしたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。